多賀俊幸は、日本の外交官。外交官経験を活かし、比較文化論や英語についての著書の執筆も行う。宮内庁自重、ラトビア講師、東京都庁知事本局議店長、ラトビア中札特命全県大使などを歴任した。2012年2月9日、チュニジア欧州担当長官トゥアミアブドルと三重県、松阪市出身。中学から、 愛知県名古屋市に出て、東海中学校、高等学校に進学。1974年に、一橋大学法学部を卒業し、外務省に入省。高校、大学及び外務省入省同期に、西が、広し渡るも内長休務主官がいる。1977年ケンブリッジ大学大学院、修了、LLM。 国連政府代表部一等書記官等を経て、1993年から1996年まで、宮内庁で自重を務めた。その後、石原慎太郎東京都知事の下で、東京都知事本局議店長を務めた後、2009年から在チュニジア特命全権大使。2011年のチュニジアジャスミン革命後は、 暫定内閣のモハメッド・ガンヌーシ首相と会談し、チュニジア支援国会合への日本政府の参加要請を受けた。退官後は、大阪学院大学教授や、中京大学客員教授、外務省研修所講師、関西日本ラトビア協会顧問、大阪三重県人会顧問等を務める。外交官としての仕事の傍ら、仕事での経験を活かした。 比較文化論や英語についての著作を執筆。英語教育については、日本における英文法教育を高く評価している。娘に、元宝塚歌劇団星組男役の銃、カガヤイリスがいる。2012年1月25日、チュニジアアメリカアジア担当長官エディ、ベン・アッバスと2013年1月9日、ラトビア首相、バルディス・ドンブロース・キスと、 ハット、同級生交換、東海高校、全文公開、文芸春秋デジタル2019年11月15日6時、AB、アラブの春とは一体何であったのか大使のチュニジア、革命回顧録アマゾンジャパン、タガトシユキタガ、トシユキ教員紹介大阪学院大学1995年5月5日。日本経済新聞、正論。 平成17年7月号産経新聞2011.2138時44分、多賀俊行多賀、俊行大阪学院大学1992年11月15日、朝日新聞2008年12月7日、朝日新聞、ラトビア植樹祭日本ラトビア協会ニュース2013年号、P20 特別食国家公務員の再就職状況の公表について、 外務省、ありがとうございます。